Max. E-Radio Double 7.0. さあ、それではここで時間はもう6時8分になろうとしております。改めてレディオマックス、はい、今日のプレゼントは余呉高原リゾートヤップのペアリフト券を2名様。希望される皆さんはお名前、郵便番号、住所を必ず書いて、メールさてアットマーク e-radio.co.jp までお願いします。締め切りは番組終了まで。当選者は発送をもって発表と返させていただきます。そして6時台、この後6時35分頃、パルコ5カラーズ電話クイズへの挑戦者を募集しております。3択クイズに見事正解しますと、ユナイテッドシネマの映画ペアチケットをプレゼントです。ぜひお名前と電話番号を必ず書いて、メールさてアットマーク e-radio.co.jp までお願いします。はい、こちら水木の方からいきます。すみれちゃんさんから、私は実家暮らしなんですが、一人暮らしをしたいなと思っています。愛犬すみれちゃんと暮らしたいので、ペットを飼っていいとこじゃないといけないんだけど、花田さんはお家賃おいくらぐらいなんですかと。お家賃6万5千ぐらいです。そんなもんですよね。そんなもんす。私もペットカーで6万ぐらいなんで、うん、そんなもんでいけますよ。まあまあ、じゃあそのぐらいするよね。場所によるやろ、はい、うん、うんうん、続いていきましょう。こちらどんぐりひとつまみさん、みずきちゃん、はい、みずきちゃんのあの曲、あなたにもらったマチョリンゲー、マチョリンゲー、この後が思い出せません、教えてください。私もちょっと思い出せません。みずきちゃんの曲であんやろ、あなたにもらったマチョリンゲ、何やったかな、ちょっと忘れちゃいました。ないの。あなたに返そうチョロリンゲやんか。あー、そうやった、あなたに返そうチョロリンゲでした。もう覚えとかな、自分の曲やねんか。すいません、あかん、みんなで滑った、こちら妄想部部長さん、仙国さん、今度いつおごていく、連絡待ってますと。この人も滑ったね。あら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 。こちら可愛いバレリーナちゃんより、はらちゃん、だいぶ楽しかったよ、はい、ちっちゃい琵琶湖ごめんね、今は大事にフォトフレーム入れて飾ってるよと。ああ、そうですか。なんかあのちっちゃい琵琶湖ね、バレリーナちゃんにあげたんですよ、僕だいぶ前にイベントの時に、はいはい、でそれを大事にクリアファイルみたいなやつに入れてね、うん、持ってくれてたんけど、うん、あのバレンタインの誕生、バレンタイン あのプレゼントに、うん、そう紙袋に入ったチョコレートみたいなのくれてんけど、その中見たらそのちっちゃい琵琶湖も一緒に入っててんやん、うん、俺いらんから言って突き返されたんだよ。これ多分忘れたんやろなと思ってツイッターでつぶやいてね、あのなんとか届いたんですけど、よかったです。続いていきましょう。こちらエリートゴクリー光一さん、 Yes I'm モロキュン。新しい言葉が出てきたね。こちら、キングクニさん、ちょっと長いんですけども、先々週の放送でのことなんですが、僕たち夫婦の結婚、20周年ということで、皆さんに妻への感謝のメッセージを言ってもらおうとメールしました、うん、妻にはメールしたことは内緒にしていたので、僕のメッセージが読まれたら妻はきっと驚くだろうと思ってドキドキしながら待ってました、うん、そしていよいよ自分のメールが読まれ始めたその瞬間、娘2人がリビングに現れ言い争いを始め、妻はラジオのボリュームを下げてしまい、そして再びラジオの声が聞こえてきた時には全てが終わっていて、唯一聞き取れたのは下さんの微妙なビートたけしさんのバカ野郎でしたと。アホか下と。結婚25周年にもう一度リベンジしますので、その時まで皆さん番組続けていてくださいって。おい、こんなん言われなあかんわよ。めっちゃ言われてるやん。こんなん言われなあかん。小さくしたんはあっちの方やからな、大体。そうやろ。なんでお前俺アホかしもってな。なんでこんな言われなあかん。音量戻った時にたまたま聞こえた声がお前やっただけでな、うん、それアホかしもって言われなあかん。俺は言われようやな。これあかんよな。これあかんわ。うん、これあかん、これあかん、これあかんの、これ言い過ぎや、これ言い過ぎやろ。原田が言ってんやからな。これ言い過ぎ。こちらウーパーさんから、皆さんこんにちは、いきなりですが来週にテストがあります、頑張ってと言ってください、お願いしますと。時間がないので、もう頑張ってってほんならパッと言いましょう、はい、はい、頑張って。お前言ってるやろ。感じすぎやろそれ。汗だな。こちら続いていきましょう。甲子園の焼き鳥はマジでうまいさん、僕は足立光さんの漫画が大好きです。一番好きなのはナインという作品です。まだ数作しか読んでないので、足立光さんの漫画でおすすめの作品があれば教えてください、よろしくお願いします。あ、俺も知ってんやけどな、これ知ってるかなみんな。何何何、タッチっていうのがあるんやけど。めちゃめちゃ有名やん。一番有名やから。俺は、はい、みゆき。いや、めっちゃ有名。みゆきとかあったな。それもなんか双子の話かなんかちゃう。同じ名前の。俺は田中さん、うん、あ、言うて。俺は、うん、H2O。 、うん、H2 田中さんは
僕 H2 あ、H2、うん、H2 やって、田中さんも H2 もめっちゃおもろかった、ヒーロー、ね、野球のやつやんの、うん、そうそう、ヒロっていう名前とヒデオっていう名前の、ね、両方ヒーローっていう意味で、あ、なるほど、おもろかった。こちら抱きしめてビフナイトさん、朝子姉さんをかけて戦国さんと真剣勝負したいです。僕の方が朝子姉さんを幸せにできるはずです。取り合ってんの？俺譲り合ってるもんだと思ってたけど取り合ってたんだそうですか、さあ、ちょっと時間が来ましたので、ここで一度 CM、 そして CM 明けは、今日だけの特別企画です。High quality, high aspiration, high anxiety.